一こんばんは。神戸のチャーリーさん、こんばんは。ありがとうございます。また来ました。ありがとうございます。ゴーシさん覚えてます。ありがとうございます。おでんネギトローズさん、こんばんは。ありがとうございます。初見です。黒沢さん、こんばんは。ありがとうございます。じゃあ自己紹介しますね。とエントリーナンバー15番の兵庫県出身18歳の大学1年生です。といちごちゃんって呼んでください。よろしくお願いします。ヤンダズさん、こんばんは。今夜も癒されに来ました。こんばんは。癒されてください。寝起き、バレました？なんで？なんでわかるん？でもちゃんと起きてお風呂入って配信してます。寝起きです。コロワンさん、こんばんは。ありがとうございます。なおゆきさん、はじめまして。はじめまして。来てくださってありがとうございます。フォローありがとうございます。嬉しいです。スノイドさん、こんばんは。今日もありがとうございます。いちごちゃん、学校お疲れ様でした。ありがとうございます。皆さんも学校の人はお疲れ様です。お仕事もお疲れ様です。いや月曜日しんどかったですね。でもまあ1限がなかったんで、2限からだったんでまだ全然いけたんですけど、1限の人とか本当にいけました？お疲れ様です。焼き食いチーズケーキさん、こんばんは。いやいや、ありがとうございます。めっちゃ声が眠たそうやったからバレた？でもな、結構大学から帰ってきてそのまますぐ寝たから、結構寝た、だからあんまり眠くない。 T さん、かわいい。ありがとうございます。また来てくださってありがとうございます。嬉しいです。今日は皆さん何してましたか？お仕事の人が多いんかな。私は大学から帰ってきて寝て起きたところです。ご飯も食べてないです、まだ。だからお腹空いてます。マナキュンさん、勉強お疲れ様です。勉強か、一緒ですね。高校生かな、大学生ですか。頑張りましょう、一緒に。今日は仕事してました。お疲れ様です。もう偉すぎます、皆さん偉いです。スケーモンさん、ギフトありがとうございます。大好きです、ありがとう。スノイドさん、仕事でしたよ。仕事か。焼き食いチーズケーキさんも仕事か。すごいですね。仕事の方が多い。お疲れ様です。でも今日暑かったですよね。なんか最近寒くなったり暑くなったりで、ちょっとうんって感じですけど、今日は暑かった。自炊もしてないんだっけ。自炊たまにします。でも今日もしてないです。ご飯ぐらい炊こうかな。でも
いつも炊飯器じゃなくて鍋で炊いてるんですけど、それをまだ洗ってなくて、炊こうと思っても炊けへん。洗い物が苦手です。フライさん、かわいい、ありがとうございます。嬉しいです。マフェリアスさん、こんばんは。今日もありがとうございます。今地方競馬を見ながらデゴワンちゃん見てます。ありがとうございます。地方競馬か、昨日のなんか凱旋門賞ちょっと調べました。10月ですかね、多分10月だった気がする。10月なんか結構大きいの何個かありますよね。見ましょう。あんまりお馬さんの名前わからんけど、最近の強いお馬さんわかんないけど、また教えてください。この時間の配信は見れるから助かる。高校生で女子。あ、そうなんですね。高校生いいですね。わあ、戻り、いやでも戻りたくはないかな。でもキラキラしてる、いいな。この時間、そうですよね。部活とかやってますか？あ、フォローありがとうございます。マグさん、こんばんは、ありがとうございます。兵庫県出身の18歳、大学1年生です。いちごちゃんって呼んでください。お願いします。お昼暑かったですよね。暑かったですよね。なんか半袖着たり長袖着たりで、ちょっと天気予報見なきゃ外出れないんですね。ひまわりくんさん、こんばんは、ありがとうございます。今日も来てくださって嬉しいです。うちも鍋で炊いてる、美味しいですね。ですよね、鍋のお米美味しい。鍋派すごい、すごいんですかね。なんか炊飯器置く場所がなくて、一人暮らしで置く場所がないから鍋で炊いてます。多分買った方がね便利だとは思うんですけど、まあお金もかかるし置く場所もないし、お鍋で炊いてます。朝マックさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。代わりに洗ってあげたい。え、もうぜひお願いします。割と溜まってるかもしれない。コップとか結構溜まってる。でも後でちゃんと洗います。うん、お腹すいたので。うちはフライパンで炊いてる。え、フライパンで炊けるんですか？パエリアみたい。すごい、フライパンで炊けるんですね。確かに。ご飯は2分くらい水につけておくと落ちやすいよね。落ちやすい、2分くらい。難しい。自炊しないので分かんないです。でもお米は安いの買ってます。カラオケ配信とかしますか？そうですね、気になる、してみようかな。したことないんですけど、じゃあ してみようかな。また考えときます。凱旋門賞の勉強さすがす。気になったんですよ。なんかあんま見たことなかったんで。予想とかしたいです。洗い物頑張ってください。ありがとうございます。チャッピーさん、頑張りますね。部活してるいちごちゃんがあだ名。そうです、いちごちゃんがあだ名です。部活か、運動系かな。なんか運動してそう。いいですね。なんかバレーボールしてそう。偏見やけど。お疲れ様です、部活。続
ツナマヨさん、こんばんは。ありがとうございます。今日もツナマヨさん覚えてます。アスーさん、こんばんは。ありがとうございます。初見さん、憧れのメンバー誰？憧れのメンバーさんは渋谷渚さんです。こんばんは。わたるさん、こんばんは。可愛い方ですね。ありがとうございます。嬉しい。自己紹介しますね。初見さん結構来てくださったので、エントリーナンバー15番の兵庫県出身の18歳、大学1年生です。いちごちゃんって呼んでください。お願いします。しまくまさん、こんばんは。ありがとうございます。嬉しいです。たくさん来てくださって。競馬するんですか？いや、競馬はねまだ18歳なのでしたことはないんですけど、なんて言うんですか、レースは見ます。ちょっとだけちょっとだけですね。いい声だから歌詞朗読してほしい。歌詞朗読？わかりました。また考えときます。大学の課題もタブレットで提出？タブレットではないです、パソコンですね。うん、パソコンです。でも結構対面もあります。もうオンラインの方が少ないです。ギリギリさん、こんばんは。ありがとうございます。嬉しいです。運動部なの正解。でもバレーじゃないよ、バスケ。バスケと迷いました言い訳じゃないですけど、バスケかバレーかなって思って二択外しました。バスケか。いいですね、絶対かっこいい。呼ばれってめっちゃ憧れますすごい。シャトルランとかめっちゃできそう奥さん、はじめまして。ありがとうございます。ジャパチよく似合ってます。ありがとうございます。この画像ですかね。でも実際も茶髪なので、茶髪よく似合ってるかな兵庫県民助かる、兵庫県民助かる。何の話してたっけまあでも兵庫県最強っていうことで。いちごちゃんなんだね。そうです、いちごです。15番でいちごちゃんです。チキンナンバーさん、かわいい。ありがとうございます、来てくださって。チキンナンバー、食べたいまだ夜ご飯食べてないんですよ。罪ですね。チキンナンバーか、いいな。シューターさん、こんばんは。ありがとうございます、来てくださって嬉しいです。見た目はどんな風に言われますか？大人っぽい。見た目ですか？あんまり人から見た目言われたことないですけど、なんか清楚って言われます。清楚？清楚っぽいみたいなことは言われますね。でも実際は競馬を見ますチキン南蛮大好き。チキン南蛮大好き？そうなんですね。私チキン南蛮あんまり食べないんですよね。なんかあんま売ってなくないですか？でもコンビニのチキン南蛮は食べたことあります。美味しい。タルタル、タルタルチキン。私もよく二択外す。惜しかったね。シャトルランは全然だよ。そうなんですね。シャトルラン私もめっちゃ苦手でした。
中学の時ぐらいまでは80ぐらいは行ってたんですけど、もう高校とかになって運動しなくなってから全然動けなくなりました。チャッピーさん、ギフトありがとうございます。チャッピーさんありがとうございます。大好きです、ありがとう。馬は見る専門なの？乗ったりは？そうですね、見る専門で乗ったことはないですね。うん、ないです。見る専門ですね。かけたりもしないんですけど、まだ年齢的にかけれないんですけど、見てます。奇跡が好きです。フォローありがとうございます、嬉しいです。こんばんは、リーダーさん、こんばんは、ありがとうございます、嬉しいです。タルタルチキン、わかりますか？タルタルチキン、かわいいですよね。好きな季節は？自分は夏が好きです。好きな季節は、冬ですかね。夏は苦手です。なんか結構代謝がいいので汗をかくんですよ。だからそれがちょっと嫌で、夏はあんまり好きじゃないんですけど、冬の方がまだ好きです。あと冬の方が服が可愛いので楽しい、楽しめます。茶髪なのに清楚っぽいだと？茶髪って清楚じゃないんですかね。なんか見た目っていうよりかはなんか、あれ初対面の人とかだと、なんだっけ、何の話してたっけ。茶髪なのに清楚、あ、初対面の人は人見知りをするので、なんかおとなしいとか清楚っぽいって言われる。うん、雰囲気が。体力テストでシャトルランが一番嫌い。何が一番嫌いだった？あと得意だったもの。シャトルランは嫌いでしたね。一番嫌いなのはあれです、何だっけ、あれ、ボール投げるやつ、なんかソフトボール投げ、あ、ソフトボール投げや、ソフトボール投げが苦手で、なんか何点とかあるじゃないですか。それで毎回1点でした。なんか7メートルとかしか飛ばなかったです。得意だったのは反復横跳びです。逆に反復横跳びは10点とか満点取ってました。高校の時、あ、違う、中学生の時ソフトテニス部だったので、うん、反射神経はちょっとだけあるかもしれないです。お日様か？そうですよ。アイドル大好きです。すごくいい声してる。癒される。ありがとうございます。嬉しいです。なんかショールーム始めてから声を褒められることが多くてびっくりです。今までそんなこと言われたことなかったので。ありがとうございます。メイクは得意ですか？メイク、普通です。人並み、得意なんかな、人並みですね。なんかもういつも大学の時とか適当に10分ぐらいで済ましちゃうことが多いです。タルタルチキンはニブちゃんやな。そうですね。にぶちゃん可愛いですよね。フォローしてくださった方ありがとうございます。嬉しいです。こんばんは、ロンリーザウルスさん、こんばんは、ありがとうございます。すごいたくさんの方が来てくださって嬉しいです。イクラちゃんお願いします。イクラちゃん
難しい。バー、え、難しいです。ちょっと無理ですね。地味に恥ずかしいし、これ罰ゲームですか。いいのは良くて悪いのは悪いタイプなんだ。そうです、もう0100ですね多分。そういうタイプです。給食にみかんゼリー出ましたか。どうやったっけ、なんか出たような気もするけど、あれは出ました、七夕ゼリーみたいな。七夕の時に出るゼリーは美味しかったです。あれ全国なんですかね。浦川さんこんばんは、ありがとうございます。こんばんは、自己紹介します。兵庫県出身の18歳、大学1年生です。いちごちゃんって呼んでください。お願いします。来てくださってありがとうございます。周りからどんな性格って言われることが多いですか。周りから、なんか初対面の人とかにはすごいおとなしいねとか静かだねって言われるんですけど、結構仲いい友達とかにはなんかギャップがあるって言われます。見た目とギャップがあるって。あとなんか毒舌とかもたまに言われます。私が苦手なのはシャトルランの他に立ち幅跳びは行かなかった。全然立ち幅跳び、ああいうやつですよね、砂場とかでやる。確かに立ち幅跳び私も苦手でした。平均ぐらい、平均ぐらいかな。あんまり覚えてないですけど。うん、森健さん遊びに来たよ、ありがとうございます。来てくださってありがとうございます。今日何時までしようかな、まだ決まってないんですけど、まあぼちぼち考えながらやります。七夕ゼリーってどんな感じ。七夕ゼリーなのか普通のゼリー、緑色だったっけな、なんか緑色の普通のゼリーでした。あとなんか真ん中に何やったっけな、星の形がしたちっちゃいゼリーが乗ってたみたいな、確かそんなんやった気がします。小学校以来食べてないのであんまり覚えてない。ギャップ良き、ありがとうございます。嬉しいです。タヌブチャさんありがとうございます。ツーボーさんこんばんは、ありがとうございます。よかったらゆっくりしていってください。私のこと覚えてほしい、来れる時はたくさん来るね。もう覚えてますよ。マナキュンさん覚えてます、ありがとうございます。全然ね、部活とか忙しいと思うので来れる時でいいので、またよかったら来てください。夢もこさんこんばんは、こんばんは。ありがとうございます、毎回来てくださってありがとうございます。あおちゃんさんこんばんは、嬉しいです。学生時代は牛乳瓶が絶対ついてたから当番の時は重くて仕方なかった。牛乳瓶でした？私あの紙パックでした。なんか昔は牛乳瓶だったのかな。何の当番してたっけな、なんかあのご飯とパン係みたいなのしたのは覚えてますね。ゼリー好きなん？好きです、ゼリー。なんていうんやろ、
ウィダーインゼリーとか、なんかビタミン補充みたいなそういうの結構飲みます。鉄分とかのあれだけのご飯とかたまにあります。あいこさん、こん、あ、初見です、ありがとうございます。初見さん、ありがとうございます。とエントリーナンバー15番の兵庫県出身、18歳です。大学1年生です。よろしくお願いします。あいこさん、ノーネームさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、声かわいい嬉しい、ありがとうございます。フォローもありがとうございます、嬉しいです。牛乳に白米って大丈夫だった？え、どういうことですか？給食で白米に牛乳入れるんですか？え、したことないなんかリゾットとかでは牛乳入れるけど、そのままの白米にはあんま入れたことないです。ご飯うまく均等に配れなくて隣のクラスから持ってきたり、当番嫌いだった。確かになんか最後の方をなんか足りなくてみんなの席からちょっとずつ取って行ってた記憶あります。私も意外と難しいですよね、あれ。あとなんかもうちょっと多く入れてとか言う子結構おるから、兵庫県民はやから足りなかったことが結構ありました。私も心配になる食生活やな。そうですよね、私もわかります、その気持ち私もあかんなって思ってるんですけどね、自炊ができないんですよ。頑張ります。あとあんまりお腹が空かないので、でも今はお腹空いてます。声が好みなんでフォローしました、ありがとうございます。ウラカンさん、嬉しいです、フォローしてくださった方ありがとうございます。お寿司のわさびとかおでんのからしいけますか？食べろって言われたら食べます自分からは食べないんですね。あんまり辛いもの得意じゃないので、ちょっとならいけると思います。やけ食いチーズケーキさん、ギフトありがとうございます、嬉しいです、大好き。それでそんな元気のない声なんか元気なさそうですか？元気ありますよ。でも確かに寝起きっていうのが結構あるかもしれないです。さっきまで寝てたので、お昼はもうちょっと元気です。あと夜中も元気です。今じゃ給食の時牛乳と白米一緒に出ないのか、世代が。え、牛乳と白米は出ますよ、別々で、その中には入れないんですけど、世代がメンバーになったら激辛焼きそばとかチャーハン食べることもあるかも。確かに見たことあります。でもまあ頑張れると思いますこのあと何か食べるの？どうしようかな。食べたいんですけど食べるものがないんですよね今。冷蔵庫も卵しかなくて、
卵とこんにゃくとか調味料しかなくて、ゆで卵作りたいんですけど、お鍋洗ってないんで作れなくて。卵ってあれですよね、レンチンしたらダメですよね確か。やから、洗い物できたらゆで卵作ります。フォローしてくださった方ありがとうございます。あ、フォローさせてもらいました、応援します、ありがとうございます。愛子さん覚えます、ありがとうございます。オイラもさすがに混ぜたりはしないや。え、そうなんですか、混ぜてると思ってた。でも熱通したらいけそうですよね。あ、牛乳飲みたくなってきた。半年ぐらい飲んでないかもしれないです。その時は頑張って激辛のリアクションしてください。あ、わかりましたリアクション頑張りますね。なんか激辛食べれるんですけど、食べた後に胃が痛くなるんですよね。なんかキリキリするっていうか、何なんですか、胃もたれ、胃もたれとは違うか、なんか胃が痛くなるので食べたいけど食べないようにしてます。低気圧だったりしますか、今日ですか。今日はわかんない低気圧なんですかね。でも私低気圧の時とか頭とか痛くなります。あと気分が落ちますよね、それがね。鍋が、そうなんですよ、早く洗いに来てください、チーズケーキさん。晩ご飯買ってあげたいわお願いします、牛タンでお願いします。今日は牛タンが食べたいです。やっぱりひどい食生活やないか。そうです、そうなんですよ、実家に帰りたいです18歳だから私の2つ上です、お姉様だ。え、かわいい16歳ですか、かわいいですね、うん、かわいい妹みたい、妹にしたいです。私末っ子なんで妹がずっと欲しくて。かわいいですね、高校生か、楽しんでください。 JK はね本当に楽しんだ方がいい。私はあんまりディズニーとか制服ディズニーとか、そういうの行けなかったので楽しんでください。あ、低血圧か、あ、低血圧、そうです、低血圧です。血圧いつも84とかですね、測ったら。だから低血圧です。もしかして仙人ですか、仙人って何ですか、何の話してた、仙人難しい何ですか、エキゴイチーズケーキさん早く来てください、洗いに、洗い物のため、洗い物のためだけに来てください。牛タン、え、牛タン食べたいです、焼肉行っても牛タンしか食べないです、牛タンかハラミかの2つのどっちかしか食べないんです、私それくらい牛タン好きです。低血圧やろ、そうですよね、本当に私バカすぎましたえ、ルミエルさん面白いありがとうございます。高校生とか大学生は何でもできる、羨ましいですね。確かに大学生もなんか
もうちょっと楽しみたい家にこもってばっかりなので、まあ今の時期しょうがないですけどね、どっか旅行とか行きたいです。あとなんか資格とかも取りたいですね。高校生羨ましい。ヨシキックスさん、初見です、ありがとうございます。初見さん、自己紹介しますね。兵庫県出身の18歳の大学1年生です。いちごちゃんって呼んでください、お願いします。フォローもありがとうございます、嬉しいです。また暇な時遊びに来てください。84の血圧で人って生きていけるものなの？え、そんなに低いんですか？そうなんや。なんかこないだ友達のアップルウォッチで心拍数も測ったんですけど、心拍数も88とかでした。それって低いんですかね。血圧って平均どんくらいなんやろ。低いんや。洗い物たくさん溜め込んどいてくださいよ。わかりました、溜めときます。もうお箸もなくなって、結構割り箸とか使っちゃってますごめんなさい。いちごちゃん、そうです、いちごちゃんです。資格といえば神戸学検定持ってます。何か資格持ってますか？神戸学検定って何ですか？神戸のことですかね。やから神戸のチャーリーさん、神戸に詳しいんか。前なんかドムドムバーガーとかなんかいろんなお店行ってましたね。なんか資格持ってますか？資格は情報処理検定ですでも3級なのでしょぼいです。ほぼ何も持ってません。何か取りたいです。ともあきさん、こんばんは、ありがとうございます、来てくださって覚えてます。ファントムさんもありがとうございます、こんばんは。僕からしたら大学生も羨ましいです。確かに社会人の方とかね、大学生羨ましいんですかね。大学生楽しみます。心拍数と血圧は違うよ。あ、そうなんですね。なんか比例するんかなって思ってました。小動物みたいな心拍数だな。そうなんですか。平均90何歩とかですかね。あんまりわかんない。神戸学検定は神戸の歴史から文化からあらゆる知識のやつです。なるほど。じゃあ神戸のこと何でも知ってるんですね。すごい。また何か教えてください。50カウント完了。50カウント、なんだろう、50カウントしてたんですか なんかふわふわしてるよね。本当に少し浮いてそう実はちょっと浮いてます。でも2ミリぐらいです。2ミリ浮いてます。空飛びたいですよね。なんか早く空飛べる時代来んかなって思います。なんか10年後とかに車が空飛ぶらしいんですけど、ほんまなんですかね。なんか小学生ぐらいから早く飛ばんかなって思ってるんですけど、未だに飛んでない。低血圧と貧血は違うらしいけど、
低体温、低血圧、貧血、全部ありそうやな。その通りです。その通りなんですけど、超能力者ですか？低体温、そうなんですよ。平熱低いんですよね。35度なんぼとかですね。2ミリ浮いてるってドラえもんやん。そうなんですか？初めて知りました。カウントは数字の1から50までを順番に打つこと。カウントするとこのルームにポイント入る。そうなんですか？知らなかった。ってことはポイントが入ったんですかね。ともあきさんのおかげで、ありがとうございます。嬉しいです。大好き。タケコプターで空飛んでみたい。それタケコプターで空飛んで、確かにわかります。タケコプター欲しいです。てかドラえもんが欲しいです。誰か私のドラえもんになってください。どこでもドアも欲しい。耳に浮いてても足怪我するんやな。確かに矛盾してますね。よく足怪我します。逆にでも2ミリ浮いてるからこそこきやすいんかもしれない。ドローンがもっと進化してくれればね。確かにドローン開発お願いします。ドラえもんの秘密道具で1個だけもらえるなら、やっぱもしもボックスじゃないですか。チートですかね、もしもボックス。何でもできるじゃないですか。あれがあれば世界征服できる。1から50までコメント欄に表示されない仕組み。そうなんですか。すごい。ショールームあんまりっていうか全くしたことなかったんで初めて知りました。ありがとうございます、教えてくださって。浮遊物こんばんは。浮遊物さんこんばんは。私も浮遊物です。浮いてます。ごまだれさんお疲れ様です。お疲れ様です。来てくださってありがとうございます。月曜日ねしんどかったけど、皆さんお疲れ様です。もはやゾンビなのでは。そうかもしれないです。ゾンビかも。ゾンビって低血圧なんですか？わかんない。自分も本気出したら体温34度台。それはやばくないですか？34度とか出たことないですよ。それ測れてないんじゃないですか。わかんないけど。で、何だっけ、低体温なんですね。50個目はめっちゃ大変だから簡単にポイント入れるためのカウント。そうなんですね。大変ですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ハンクフォーで言うところのドローンは向きなので、いくら進化しても人のは乗っちゃダメよ。そうなんですか。無人。そうなんや。確かにドローンって人が乗ってるイメージない。当たり前か。声から勝手なイメージだけど、読書好きで図書委員したことありそう。図書委員はしたことないんですけど、
割と本は好きかもしれない、あんま読まんけど。うん、読書をする時間は好きです。あと本屋さんが好きです。あの、なんて言うんですかね、本屋さんの空気というか雰囲気というか、めっちゃ落ち着く。世界征服世界征服します。タイムマシンがあったら未来と過去どっちに行きたいですか？どっちやろ、未来ですかね。どんな自分になってるのか気になります。過去に行ってもなんか、あ、でも過去に行ったら今の自分を変えられるかもしれないか。いや、でも未来ですかね。漢字弱め？そうです漢字弱いです。漢字苦手そうよね。 NNB 合格です漢字苦手なんですよ。ちゃんと勉強してたんですけどね。過去に行って馬券の確かに買いましょう。宝塚記念行ってクロノジェネシス買います。あと何だっけな、有馬記念、去年の有馬記念って何やったっけな、エフフォーリアでしたっけ。確かあんま覚えてないですけど、それ買います。ちなみに自分はボケとツッコミならどっちだと思う？ツッコミですかね。うん、割とツッコミかも。なんでやねんってめっちゃ言います、私口癖かも。カタカナは競馬で強くなってそう。確かに全部カタカナですもんね。なんかたまに面白い名前の馬とかいません？なんか何だっけ、名前めっちゃ面白いのがおって応援したいなって思った馬がいたんですよ。何か忘れました。こんばんは、小島さん。こんばんは、ありがとうございます。今日も来てくださって嬉しいです。頑張ってね。頑張ります。ありがとうございます。エフフォーリアも知ってた。知ってますよ、もちろん。エフフォーリア前一着でしたよね。何これ、知ってます。あと前なんかコメントでタイトルホルダーって言ってくださった方がいて、なんか気になって調べたんですけど、何やったっけな、忘れた。なんとか賞の一着でしたよね。桜花賞やったっけな。確かに見たって思いました。ツッコミ嘘やろ割とツッコミかもしれない。でもたまにボケ、どっちもいけるかもしれんたまにボケます。面白い名前の馬たまにいるよね。ですよね。めっちゃ気になる、何やったか後で調べます。何やったっけな、忘れた。完全に名前で遊んでるでしょっていう、ありますよね。なんかそれで選ぶ人とかもたまにいません？名前が面白いからこいつやっていう。お腹空いた。お腹鳴ったらごめんなさい。友達がサバのミソーニっていう馬の馬券を買いたくて馬券で見ました。そんな馬いるんですか？かわいい。サバの味噌に美味しそう。タイトルホルダー5箇所でね。そうなんですか。
何やったっけ。じゃあ、あ、そういうのあるんですね。お酢やからとか。桜花賞何でしたっけ。一着、何やったっけ、忘れました。今日も美しいですね。なんでやねん。どこがやねん。合ってますか。美しくないです。ルミエールさんもめっちゃ可愛いですね。今日も夜ご飯まだ食べてないの。そうなんですよ、まだ食べてなくて、食べるものがないです。なんかコンビニとかに行くのも、お風呂入っちゃったしめんどくさいなって思って食べてないです。そろそろ9時ですよ。そりゃお腹すくわ。ですよね、しょうがないですよね。お腹すきました。飯テロをやめてくださいね皆さん。一回ちゃんづけで呼んでほしいです。女の子からのちゃん呼びめっちゃ好きなんです。かわいい。いいですよ。うん、あいこちゃん。あいこちゃん大好きです。ありがとう。一回も顔見たことないやろ、待ってたんやが。確かに、わあ、ダメダメですね私。もっと修行しますね。今日はもう食べないの。今日は、洗い物できたらゆで卵を作ります。でもめんどくさいから多分食べません。買いに行くのめんどくさい、すんごくわかる。ですよね。最近なんか宅配とかもあるじゃないですか、出前とか。けど高いんですよあれ。したいけど高くて、なんて言うんですか、送料みたいなのが高くて、これやったら自分で行った方がいいよなってなって、いつも買わずに何も食べてないっていうのを繰り返してます。桃鉄の配信を見てたらお腹空きます。各地の名産品で。確かに桃鉄ね、桃鉄またしたいです。友達ができたら。かわいい、ありがとうございます。愛子ちゃんの方がかわいいですよ。2022桜花賞はスターズオンアースでしたね。知らんかった。あれ何やったっけな、2021やったかな、なんか知ってる馬が一着でおーってなったんですけど、知らなかったです。スターズオンアース、へえ、なんか名前かわいい。確かに高いよね。そうなんですよ、高いんですよ。もうお金がないのでバイト頑張ります。2021年の桜花賞がソダシでした。そうや、ソダシや。思い出しました、ソダシ。そうそう、送料無料の分だけを使用する人です。どういうことですか、送料無料。ああ、ありますよね、送料無料の。へえ、ソダシは有名やね。ですよね、昨日コメントで教えてくださって、それで気になって調べたんですよ。ソダシ何やったっけなって思って、そしたら桜花賞で、そうでした。めっちゃ綺麗ですよね、馬さん。初回無料とかあるやつね、確かにありますよね。確かに、そうしよっかな、初回無料のやつをあさって頼もうかな。フォローしてくださった方ありがとうございます。そうだし、あのところめっちゃ可愛かったです。ありがとうございます。
無意識ですけど、そうだし NNB のそうだしになりたいです。馬のまつげってめっちゃ長くて可愛いよね。わかります、可愛い。馬乗ったことないんですけど乗ってみたいです。あとなんか餌をあげてみたい。人参あげてみたいです。人参食べへんか、え、食べるんですかね。馬といえば人参っていうイメージがあるんですけど、草とか食べるんですかね、わかんないけど。あとなんか競馬番組とか出てみたいです。川島さんと予想したいです、私。まあできたらですけど。おいら、おいら馬は乗ったことないのに象はある。え、珍しい。象ですか。象、日本で乗れるんですか。象って無理ですよね、多分。海外ですか。 YouTube でソダシにアフレコするやつあって、ダート汚れるから嫌なのよねで笑った。面白い、調べてみよう。絶対面白いじゃないですか。自分は白馬のようだと言ってるの。いや、そういうわけじゃないですけど、その一着になれるぐらい美しくて可愛いっていう意味です。乗れるよ、白浜のアドベンチャーワールドで。そうなんですね。白浜ってどこですか。なんか聞いたことある。兵庫ですか。ちゃうか。今は乗れるかわかんないけどね。象か、なんか怖そう。象って鼻でバコーンって飛ばされそう。馬はまだこうやって乗ってたらなんとかなりそうですけど。いちご姉さん、やほ、あ、デイジーさん、ありがとうございます。来てくださって嬉しいです。なるほど、そういう意味か。そうですよ。そうだし、次のなんか有名なレースって何なんですかね。10月ですかね。神戸新聞杯は結果だけ見ました。昨日調べて、なんていう馬やったか忘れたけど、なんか粗品さんが外したっていうのは見ました。 NMB の三冠馬を目指してください。頑張ります。馬乗ってみたいです。スプリンターズステークスが来週ありますね。あ、そうなんですね。最近の馬全然知らないんですけどね。まあ予想できたらしたいな。NMB に入ったらスタッフさんと一緒に競馬盛り上がれそうね。そうなんですかね。競馬好きな人多いんですかね。盛り上がりたいです。でも言うてやったことはないので、全然まだまだ知らないこといっぱいあるんですけど、何個かのお馬さんは知ってます。ラッキーライラックとか名前が好きです。あと意外と強いですよね、確か。なんか名前で決めちゃうかも。ここのコメントにも競馬好きな方たくさんいて嬉しいです。
支配人もケアバやってるからコビ売ろう。あ、そうなんですね。金子さん、そうなんですね。オーディションで何かアピールすることありますかのコーナーで競馬予想したら印象に残りそう。確かに印象に残るけど、なんかそれいい印象なんですかね分からんけど、競馬は全然いいことだと思うんですけど。確かに天皇賞の競馬の予想しますとか言ってゲームで馬育てたりしたことある？馬娘ですか？ちょっとだけしたことあります。でも途中でなんかあれって結構マネージャーみたいな仕事じゃないですか。なんかあまり続かなくて途中でやめちゃいました。春うららを育ててましたあんまり強くなかったんですけど可愛かったので育ててました。競馬ゲームの攻略動画上げてますよ。あ、そうなんですね。デイジーさん、見てみてもいいんですか調べてみようかな。個性あっていいと思うよ。本当ですか？じゃあ考えときます。競馬ね、でもっと詳しくなってからアピールしたいのでもっと勉強します。印象に残ったもん勝ちやで。確かにそうですよね。頑張ろう、頑張ります。リクトさん、こんばんは。こんばんは。リクトさん遅い。あれ、やばいです。充電があとちょっとしかない。 10% しかないです。まあ大丈夫か、切れるまでやりますお腹空いてきた。ゴザソウロを食べたい。確かにゴザソウロ、ゴザソウロって兵庫だけなんですか？皆さんゴザソウロ知ってますか？なんか関東では多分何だっけ、今川焼きですか？なんか丸いあんこが入ったやつなんですけど、兵庫ではゴザソウロって言うんですけど、あれ美味しいですよね。わかります。でもしばらく食べてないです。なんかデパートとかさ、なんかそういうとこにしか売ってないじゃないですか。食生活もなかなかインパクトありそうだよね確かに。今日の晩ご飯はウィダーインゼリーでしたとかインパクトありますよねテレサパンさん、初見です。声かわいい。ありがとうございます。嬉しいです。テレサパンさんかわいいですよね。充電しながらやろ。充電、確かに。じゃあちょっと移動しようか。ちょっと待ってくださいね。遅くなってすみません。本当ですよ、遅いです待ってました。いやでも来てくださってありがとうございます。地域によって言い方いろいろあるよね。ですよね。兵庫はゴザソウロですけど、回転焼き、回転焼きって言うんですか？珍しいどこですか？地方とか。関東は違いますよね。いつも赤あん白あん両方買います。わかります。でも私白の方が好きです。なんか甘い
白の方が甘いですよね。分からんけど、なんか白の方が好きです。こっちでは味まんかな。え、味まん初めて聞きました。味まんって言うんや。珍しい。充電される前に、あ、充電切れる前に終わった方がいいと思うけど、確かに。でもさ、今充電してるので多分大丈夫です。ありがとうございます。いちごちゃんの不健康ライフ確かに不健康です。アニメみたい。いちごちゃんの不健康ライフ。こんばんは、ふもみさん。こんばんは、ありがとうございます、来てくださって。エントリーナンバー15番の兵庫県出身18歳の大学1年生です。いちごちゃんって呼んでください。お願いします。充電器貸そうか。いや、あるので大丈夫です別に大丈夫です。ありがとうございます。おいらは大判焼き、大判焼きですかね。大判焼き、初めて聞いた。誤差相応ですよ。大阪やで、回転焼き。そうなんですか。大阪なんや。今大阪に住んでるんですけど初めて聞きました。そうなんや。二重焼きやな。ほんまですかそれ。なんかルミールさんやから適当なこと言ってそう。自分で作ったんじゃないんですかそれ初めて聞きましたよ、二重焼き。勉強になります。遅いですって言われたら燃えます燃えました。遅いです。カスタード入りも美味しい。カスタード入りなんかあるんですか。あんこしか知らないです。美味しそう。あ、お腹空いてきました。誰ですか、ござそうろうとか言ったの。もう、あやかずさん、こんばんは、ありがとうございます、来てくださって嬉しいです。おやき、あ、おやきは聞いたことあります。なんかどこですかね、なんか聞いたことあります。いちごちゃんの充電切れないか心配ですわ。大丈夫です、今充電しました。多分大丈夫です。ゴザソウルをレンチンしすぎたらびっくりするほど熱々になる確かに。でも熱々も美味しいですよね。うわ、食べたくなってきました。甘いもの食べたいんです。いや、真面目かいだって本当に充電器あるもんまた何か、あ、洗い物しに来てください。チーズケーキさんと一緒にお願いします。今洗い物たまってるので皆さんで洗い物をしに来てください。テレサッパンさん、あ、フォローありがとうございます。嬉しいです。シュントさん、こんばんは、ありがとうございます、来てくださって。カオナスさん、こんばんは。シンさん、こんばんは。皆さんありがとうございます。初見さん、初見さんが多いので自己紹介またします。エントリーナンバー15番の兵庫県出身18歳の大学1年生です。いちごちゃんって呼んでください。お願いします。頑張ってね、ファイト、キュンキュンキュン、ありがとうございます。頑張りますね。なんかひどいこと言われてる言いましたっけ。
ちょっと覚えてないです。でもルミエールさんは優しいので何言っても許してくれますよね。明日から遅刻してこようと思います。嫌ですダメです。ちゃんと来てくださいね。まあ、遅刻してもいいけど来てください。カスタードは割と定番よ。え、そうなんですか。なんかシュークリームみたいですよね。そうなんや。食べてみたいです。美味しそう。クールアンポンタンさん、こんばんは。ありがとうございます。嬉しいです。クールアンポンタン、ありがとうございます。ちゃんと充電するんやで。あ、そういうこと。食事ね、わかりました。でも食べるものがないんですよねあ、ラムネがあります。ラムネ、ブドウ糖 90% なので、これ食べとけば元気になります。ドラえもん見ると、ドラえもんって言っていいですよね。ドラえもん見るとドラ焼き食べたくなる現象。確かにドラ焼きも食べたいです。お腹すきました。阪急三宮のとこにある店が行きつけのござ僧侶。あ、そうなんですね。阪急三宮、三宮行った時また見てみます。でも五座僧侶って結構いろんな、なんていうんですかね、駅にありますよね。行ってみますね。雇ってください。わかりましたいやでもボランティアがいいな。ボランティアがいいです。私お金ないので甘いもの届けましょうか。送料ぼったくりますけど。いや、送料高いなら大丈夫ですでも甘いものは欲しいので、初回は送料無料でお願いします。ヤンダズさん、お願いしますね。こんばんは、頑張ってね。こんばんは、さかさん、さかさんさん、ありがとうございます。頑張ります。ダーハラさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、来てくださってありがとうございます。18歳の大学1年生です。いちごちゃんって呼んでください。ただいま、ごめんね、見れてなくて。ありがとうございます。マナキュンさん、バスケットボールのですね。ありがとうございます。全然嬉しいです、また来てくださって。明日何時からする？明日まだ決めてないんですけど、多分同じ時間ぐらいですかね。多分20時からです。ラグオタさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、ラグオタさん、来てくださってありがとうございます。豆乳入りとかあるよね。豆乳入り、何の話してたっけ。豆乳入り、五座僧侶ですか。豆乳入りとかあるんですか。美味しそう。でも豆乳あんまり飲んだことないです。一人暮らしあるある、買い物しないと食べるものなくなる。その通り、本当に私それです。買い物も本当に1週間ぐらい行ってなくて、あと卵しか残ってないです。やばいです。買い物行きます。あ、それ僕も最近食べたわ。五座僧侶ですか。
三宮いい、ゴダソウルを食べたいです。私も洗い物のついでに買ってきてください。あ、ラムネ、ラムネかな、ラムネが晩ご飯とか涙出るほんまですよね、私も涙出てきます、ラムネ。でもラムネ意外と美味しいんですよ、安いし60円で買えます、スーパーで。不健康なイチゴちゃんは朝ちゃんと起きれてる？たまに寝坊するけど起きれてます。明日もね、あの一限なんですよ。今日は二限からだったんですけど、明日一限でもう起きれるか不安です。でもまあ気合で起きます。なんか私一回は起きれるんですけど、二度寝しちゃって、あの結局授業に間に合わないみたいなことをたまにしちゃうので、二度寝をしないように頑張ります。ルミエルさんは起きれてますか？カピバラさん、ありがとうございます、来てくださって嬉しいです。なんと今なら3色住み込みで手を打ちます。3色住み込み、え、来てくれるってことですか？ぜひお願いします、ボランティアでお願いします。いい返し、よくできました。なんて返したっけありがとうございます。やった、褒められた、嬉しい。千葉まで来てくれたらご飯食べさせます。千葉か、遠いですね。だったらスーパー行きますよ千葉まで行くならスーパー行きます。でもテレサパンさんのご飯も食べたいです。送ってください、クール便でお願いします。いちごちゃん呼んだよ、ありがとうございます、嬉しい。洗い物しに行ったらラムネもらえますか？あげますよ、チャッピーさんにはあげます。チャッピーさん優しいので、ぜひ来てください。洗い物、回転焼きを抽選に食品を製造販売している企業が株式会社ゴザソウローだって、ウィキに書いてる。え、そうなんですね、株式会社ゴザソウロウ。じゃあゴザソウロウが一番正しい呼び名ってことですか？やっぱ兵庫ですよね、兵庫が最強です。卵も賞味期限やばそう、確かに見てないです。多分あと2日3日ぐらいな気がする。またゆで卵作りますでもお鍋が、お鍋洗います。洗い物担当なん？そうですね、洗い物、洗い物お願いします。ラムネはお腹にたまりません。確かにたまんない。でもまあいっぱい噛めば満腹中枢が刺激されます。だからいっぱい噛みましょう。あと氷食べましょう。氷食べたらなんか満腹感出るらしいですよ。その経済状態なら馬券は買えなそうですね。いやでも100円だけ買います、私は。うん、100円で、あのオッズの高い、80倍とかの馬を当てます、私は多分朝ショールーム配信したら起きれるんちゃう？確かに。でも平日は朝できないんですよね。土日とか起きれたら配信します。
あんまり期待はしないでください。朝配信したらどうなるんだろう。朝配信やばいですよ。もう絶対二度寝して寝落ちとかしちゃうから絶対ダメです。朝配信危険。3食ご飯作ってください。いいですよ、リクトさんのために。じゃあ作ります。何が好きですか。大阪来てくれるならご飯おごります。あ、大阪ならね、近いからいいけど、まあでもスーパーの方が近いので、家来てくれるならお願いします。スーパーより近い人でお願いします。この人本当に病気になったら孤独死するのでは。そうですね、絶対そうです。一人暮らしやし、だから病気にならないように気をつけます。ルミエールさんも気をつけてくださいね。一緒に頑張りましょう。もう覚えててくれて嬉しい。たくさん話したい。かわいい、かわいいです。話しましょう。私もマナキュンさんと話したいです。手土産はエストロイヤルのシュークリームでいいですか。いいですよ。私それ昨日調べました。めっちゃ美味しそうでした。なんかでもなんか10個入りで2800円やったかな、2700円とかで、うわ高ってなりました。でもまあそんぐらいなんかな。普段あんまりスイーツ買わないので、ぜひお願いします。手土産。ご飯は得意だけど洗い物はんーだ、ごめん。あ、そうなんですね。ご飯は得意なんや。じゃあご飯担当でお願いします。なんやろ、オムライス食べたいのでオムライスお願いします。一人暮らししてると卵10個パック買うと絶対余ってしまう。確かにそうですね。だから私いつも6個入りのやつ買ってます。10個は絶対使い切れないですよ。6個でも余るのに。100均でレンジでゆで卵作れるグッズ売ってるのでおすすめです。そうなんですか。めっちゃいいじゃないですかそれ。買います。なんか爆発するじゃないですか卵ってレンチンしたら。やからちょっと怖いんですけど、買います。それやっぱり可愛い声してるわ。ありがとうございます。嬉しいです。もっと言ってください。嬉しい。起きれたら、そうですよ、起きれたらです。起きれない確率の方が高いです。朝配信したら口が悪くなるとか。口が悪くなる、いや逆かもしれないですね。なんか柔らかくなりそう、逆に。朝の方が。得意料理ってある？得意料理？あんまり料理しないんですけど、オムライスです。オムライス簡単なのですぐ作れます。お土産に三宮一貫楼の豚まん差し上げたいです。美味しそう。もう豚まんとかいう単語出さないでくださいよ。一貫楼？調べてみます。美味しそう。なんか551じゃないですか大阪といえば。それまだ食べれてなくて、大阪に来てから食べたいなと思ってるんですけど、大阪駅のところいつも並んでるじゃないですか。めっちゃ並んでて買えないです。氷をよく噛めばってところで本日3回のご機嫌。
ごめんなさい、私がなんか貧乏すぎて号泣させてしまってえ、でも本当に氷美味しいです岩ちゃんさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、また来てくださって嬉しいです。可愛いって言われたい、もちろんですよ、リクトさんに言われたいです。最近台風多いからいちごちゃん飛ばされないか心配になってきた大丈夫です、家の中にいるので。外に出たら飛ばされるかもしれないですけど、家の中にいるので多分大丈夫です。兵庫ってことは阪神ファン、そうですね。あんまりプロ野球見ないんですけど、ファンなのは阪神ですね。なんか小学生の時友達が阪神好きで、鳥谷敬わかりますか？鳥谷敬さんの話をめちゃくちゃ聞かされましたあと西岡何だっけな、西岡剛さんもう友達が好きでめっちゃ聞かされました。応援歌とかめっちゃ聞かされました。可愛いのはいちごちゃんやん。それよりためで話しちゃってるけど大丈夫？あ、マナキュンさんがですか？全然大丈夫ですよ。逆にための方が親近感あって嬉しいです。ありがとうございます。オムライス OK です。ケチャップ派、デミグラス派、迷いますね。でもやっぱケチャップでお願いします。お絵描きしてほしいです。いちごの絵を描いてほしいです。で、萌え萌えキュンってしてほしいです。お願いします。アフロ軍曹さん来た、ありがとうございます。来てくださって嬉しいです。また来てくださって。豚まんは551ですよね。551しか逆に知らないです。食べたい。 NMB を知ったのはどのシングルからですか？ NMB 知ったのめちゃくちゃ最近なんですよね。私もともと存在は知ってたんですけど、渋谷渚さんがバラエティに出てるの見て応募しようと思ったのでめちゃくちゃ最近なんですけど、どこからだろう、だってだってだってはめちゃくちゃ聞いてました。全然皆さんより詳しくないんですけど、またよかったら教えてください。チャッピーさん腹減りですよね。めちゃくちゃお腹空きました。はあ、ない時か、ない時、何やったっけ、あ、起きれないですか？そうです、起きれないと思います。豚まんは一貫楼が日本一美味しいと思ってます。そうなんですね。気になるじゃないですか。三宮行った時買ってみようかな。でもなんか豚まんって電車で持ってたら迷惑じゃないですか？分からんけど、なんか匂いがすごいから大丈夫かな。まあでも買ってみたい。今日の朝ごはんは豚まんでした。いいな、いいな今日の朝ごはんはパンでした。スティックパン食べました。夕方の電車乗ったら551持ったご婦人がすっごい充満させてる。ですよね、ですよね。匂いやばいですよね。だからちょっと気使っちゃいます、他の人に。お腹鳴ったのなんか聞こえてないですえ、聞こえてますか？これめっちゃさっきから鳴ってるんですけど、恥ずかしい、見逃してください。冷凍食品買いだめとかはできるん？できます。でも
すぐなくなりません？冷凍食品って。前は結構買ってました。パスタとかたこ焼きとか唐揚げとか。うん、確かに冷凍食品買おうかな。でも地味に高いんですよね。それやったら材料買って作った方が安いかなとか思っちゃう。え、お腹鳴った？え、聞こえてました？ごめんなさい。うわ恥ずかしい。食べ物を送るで。ありがとうございます。何でも買ってあげたい。いいんですか？本当に甘えちゃいますよ。高級なお肉とかお願いします。お腹の音みたいなの鳴ってましたよね。うわ逆に言われたら鳴りそうになる。ごめんなさい、恥ずかしい。アイドルはあんまり知らないの？知ってるところはちょっと知ってるくらいですかね。皆さんと同じくらいですかね多分。坂道さんとかは結構聞いてますよ。電車で食べなかったら大丈夫ちゃう？確かに。でもなんか袋からの匂いしますよまあでも大丈夫か。買います。じゃあ三宮のスティックパン量美味しいよね。そうなんですよ。わかります？アベベさん分かってますねいつもスティックパン買っちゃう。美味しいし。 NMB 以外で好きなアイドルいますか？ NMB 以外で、坂道さんとか聞きます。結構アイドルさん、あのイコノイジョイさんとかも結構見ますね。一貫楼はそんなに匂わないので大丈夫かと。中身のあんが詰まってて美味しい。そうなんですね。じゃあ買います。三宮ね、覚えとこ。もう受験生の中でいちごちゃん推しも好きでよろしくお願いします。嬉しい、にやけます。ありがとうございます。受験生の中で、今日他の受験生さんの配信ちょっと見てたんですけど、みんな可愛くて逆に推しそうになります見てたらめっちゃみんな可愛い。一人もうなんて言うんですか、ドンピシャっていうか、もう可愛いってなった相手、あの30日来るならちょっとお話ししたいなとか、あわよくば写真撮りたいなとか思ってます。こんばんは BB さん。こんばんは、ありがとうございます。とエントリーナンバー15番の兵庫県出身の18歳大学1年生です。いちごちゃんって呼んでください。お願いします。材料は1人分高くつく。そうなんですか？じゃあ冷凍食品買った方がいいんですかね。何にしてもちゃんとしたもの食べてほしいです。わかりました。ちゃんとしたもの食べます。野菜とか。冷凍食品はセーフですか？ちゃんとしてますか？ターボーさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。見に来てくださって嬉しいです。起きれたら何時からやるの？起きれたら配信ですか？平日はね、あの17時からしかできないんですけど、土日もし起きれたら、10時ですかね9時はちょっと、まあ頑張れたら9時ですかね皆さん朝の方が見やすいんですか？なんか夜の方がお仕事ある方とか多いかなと思って夜にしてるんですけど、どうなんですかね。スティックパンはコスパいいからね。
ですよね、安いし100円とかやし、食パンかスティックパン買います。スティックパン安売りしてるし、お財布にも優しい。ですよね、わかります。私も乃木坂とイコノイちゃん好きです。一緒ですね、愛子ちゃん。いいですよね、アイドル。すごい見てて元気が出ます。豚まんに餃子の味噌だれをつけるのをおすすめします。味噌だれ？餃子の味噌だれ？餃子で味噌だれをつけるんですか？私ずっとポン酢をつけてるんですけど、美味しそう。味噌だれか。前なんかきゅうりしかない日があって、冷蔵庫に、わこれどうしようって思って、でもお腹空いたしなって思って、きゅうりを味噌につけてそのままかじりました。美味しかったです。わかります、僕もつられそうになりました。つられそうになりました。もうつられてません、リクトさんは。うん、わかんないけど。テレサパンさん、ありがとうございます、ギフト嬉しいです、大好き。ありがとうございます。オーディションに出てる人たちと仲良くなれるといいね。本当にそうなんですよ、私友達少ないので、友達になれたら嬉しいですね。でも話しかけられないので、人見知りで、頑張ります。もうコメント読んでくれたらこっちがにやけちゃう。私の方が多分にやけてますよ今。めちゃくちゃ気持ち悪くにやけてます。ありがとう、マナキンさん。最近無性にお魚食べたくなる、海鮮丼とかお寿司とか。確かにお肉もいいけどお魚もいいですよね。お寿司、アジ食べたいです。何のネタが好きですか。神戸のチャーリーさん、夜がいいです。ですよね、夜の方がなんか見やすそう。朝なら5時でお願いします。いや、それはちょっと無理です。 100% 受けれないです。オールしたらいけるかもしれないけど、多分もう眠くて眠くて何言ってるか分かんないと思います。5時はちょっとね、朝から寝落ちしてしまうよ。確かに朝から寝落ち、まあでも二度寝してもいいじゃないですか、たまには。仕事があるから夜ならいいな。ですよね、夜にします。私も朝苦手なので。豚まんにポン酢も美味しいよ。そうなんや、初めて聞きました。確かに想像したら美味しそう。あ、でも食べたい。朝でも夜でも見に行きます。嬉しい、もう嬉しすぎます。ありがとうございます。ワイルドいちごちゃん、そうなんですよ、きゅうりしかなかった。切る包丁ですら洗ってなかったし、なのでそのままかじりました。ライブには参加するんですか。参加します、30日の参加させていただきます。あんまり自信はないんですけど、一生懸命頑張ります。きゅうりは酢の物がいい。確かに、なんか屋台とかできゅうり丸々1本売ってるみたいな、お酢のあれ美味しいですよね。あとタコと一緒に入ってるきゅうり大好きです。こう見えて一途ですから。こう見えて、確かに一途、でも一途っぽいですけどね、リクトさん。
嬉しいです。一途、真面目で一途な人が好きです。私はくんたっぴさん、ダッシーさん、こんばんは。ありがとうございます、来てくださって嬉しいです。アジが好きです。そうです、アジが好きです。アジ食べたい。今の季節アジってありますか？なんかアジない時があって、回転寿司行った時、今の季節ないんやっていつも思うんですけど、うん、伊藤金さん、こんばんは、ありがとうございます。ちゃちゃまるくんさん、こんばんは、ありがとうございます。嬉しいです。いちごちゃんの力で初見の人と仲良くなるのか、頑張ってね。なれないですかね。まあ、でもルミエルさんと友達ですもんね。もう頑張ります、私。でも本当に話しかけたいです、誰かには。頑張ります。夜配信はよく寝落ち仕掛けます。確かにリクトさんたまに寝ますよね。まあいいですけど、いいんですけど、まあ起きててほしいです。マグロ、ハマチ、ブリなどが好きです。わさびはネタの上にのせる派。マグロ、ハマチ、ブリ、おいしそう。ハマチいいですよね。わかります、ハマチって白いやつですね。おいしい。ネタの上にのせる、初めて見た。わさびあんまり食べないです、私。テレサパンさん、ありがとうございます、ギフト、嬉しい。嬉しいです、大好きです、ありがとうございます。ルミエールさん、コミロク。あ、出てなかったですか。いちごちゃんのコミロクで処刑。遠回しにちょっとあれですよね、ディスられてますこれ。ルミエールさんね、名前覚えてますからね。まあ間違いじゃないけど。頑張ります。いちごちゃんに絵本を読んでもらって眠りたい秋の夜。読みたいです、絵本。グリとグラって読みたいです。絵本持ってないですけど。タコとキュウリの酢の物めっちゃ好き。わかります、美味しいですよね。そもそもタコが好きです。ちなみにライブに着ていく服は決めてるの？決めてたら教えてほしい、絶対見つけるので。ありがとうございます。今のところは黒のスカート履こうかなって思ってます。嬉しいです。私もタヌブチャさん見つけますね。ありがとうございます。真面目はごめんなさい。リクトさん真面目じゃないんですか。わあ、そっか。ごめん DD。 ごめん DD。 あ、 DD なんですか、テレサパンさん。全然いいですよ。一途な人がいいって言ったからか。まあでも一途な人が好きですけど、 DD の人も全然大歓迎です。1秒でも配信見てくれたら嬉しいです。もう VTuber になってもらいたい。そうですか。 VTuber か。動きたいです、私も。アジは1年間あるよ。そうなんですか。アジって春から夏かな。春から夏。そうなんですね。じゃあ今はないんかな。
あるけどあんまり美味しくないみたいな、身が細いみたいな感じですかね。アジって食べるの難しくない？骨が多いイメージ。食べるの好きなんだね。食べるの好きです。すぐお腹いっぱいになるけど、確かに骨が多いですよね。私アジさばけるんですよ。アジさばけるんですけど、確かに骨多いです。ゼイゴとかわかりますか？なんか硬い骨があるんですけど、ほどほどに頑張ってね。応援してます。ありがとうございます。ほどほどに頑張ります。いちごちゃんかわいいの本当に好き。はいはい、ありがとうございます。私も好きです。マナキュンさん早く会いたいありがとうございます。フォローしてくださる方ありがとうございます。嬉しいです。懐かしいグリとグラ今グリとグラしか思い浮かばなかったです。あとなんか何だっけ、もちもちの木みたいなありましたよね。懐かしいですね。 NMB 入ったらわなかのたこ焼きいっぱい食べてね。食べます。たこ焼き大好きなのでいっぱい食べます。こんばんは。50カウント完了。グリーンラベルさんありがとうございます。こんばんは。50カウント完了ありがとうございます。いい、嬉しい、ありがとうございます。賞金さん、エントリーナンバー15番の兵庫県出身の18歳の大学1年生です。よろしくお願いします。僕はもう DD やから大丈夫やな。確かにアベベさんも DD ですよね。まあいいんですけどね。一途な人が好きです。星50個投げました。ありがとうございます。大好きグリーンレーベ、何やったっけこれ。ありがとうございますNMB NNB 30日は空費に関係ないだろうか。自分が納得するようにすればいいのではないでしょうか。確かに頑張ります。うん、ダンス頑張ります。たこ焼きは難波のわなかが日本一美味しいと思います。味付けは塩のみで。塩のみ？そうなんや。食べますね。難波、難波結構行くので食べます。アジの三枚おろしできんの？できるんですよ、それが舐めないでください。できます。でも1年ぐらいしてないです多分覚えてたらできます。30日って何があるんですか？無知ですみません。30日は NNB さんの12周年のライブがあって、それにちょこっと出させていただきます。 NMB のメンバーになって絶対押すから。ありがとうございます。嬉しい。頑張りますね。アジさばけるのすごい。ありがとうございます。すごいですよね。私もちょっと自慢というか、アジさばけます。8期生の夢は逃げないを見て NNB 見始めたの。あんま見れてないけどまた見る。そうなんですね。ぜひまた9期生で見てくださいありがとうございます。マナキュンさん、少し真面目を加えてギャップを。少し真面目、私ですか？リクトさんですか？リクトさん真面目じゃないって言ってましたもんね
そうそう、アジの横についてる硬いところあるよね。そうですよね、ゼイゴ、あそこ硬いんですよ。懐かしい。またさばきたいです。アジさばくのすごい。だけど刺身はなんやろ、アニサキスですかね。気をつけないと。確かに最近なんかありますよね。怖いですよね。一回冷凍するか、火を通すかして食べます。あ、寄生虫か。気をつけます。ライブ初参加になるの？感想また聞かせてね。初参加です。また感想言いますね。楽しみです。魚さばけるのすごい。いちごちゃんの手料理食べてみたい。いやいやいや、手料理とかさばけるだけで作れないです。オムライスぐらいなら作ってあげます。ジガリさん、いちごちゃん、そうです、許してください。30日学校だからライブ見れない、悲しい。頑張ってね。ありがとうございます。そうですよね、平日ですもんね。学校頑張ってください。応援してます。あ、もう時間が迫ってます。ギフトありがとうございます。ウラジオストクに出町の車さん、ありがとうございます。大好きです。ありがとうございます。埋葬眼鏡、 NNB のライブと競馬場で大活躍競馬場よく行きますもんね、チャーリーさん。アジがさばけて卵も茹でるが鍋はなかなか洗わない。そうです、そうなんです。卵も茹でれるんですけどね、鍋がね。あと5分。うん、そうです。あ、寂しいですね。バイトでさばいてたとか。いや、違います。なんか一回学校の授業でやってさばくみたいなの、特別授業みたいな、それでさばいて家でもちょっと練習してさばけるようになりました。あ、ギフトありがとうございます。ウラジオストックに輸出待ちの車さん、テレサパンさんもありがとうございます。大好きです。マーさんこんばんは、ありがとうございます。初見さん、でも22時で終わっちゃうんですけど、あと3分だけでも聞いてください。いや、すごいです、照れてください。そうですか、ありがとうございます。照れました。僕のアイコンすごい輸出、僕のアイコン画像、後で見ますね。テレサパンさんありがとうございます。いっぱい、嬉しい、ありがとうございます。あら、もうこんな時間。そうなんですよ。めちゃくちゃテレサパンさんくれる。嬉しいです、ありがとうございます。大好き。またよかったら来てください。あ、今日はアイドル見るんすね。あー、そうか、今日いつもは競馬なのに、たまにアイドル。なんかサウナみたいですね。オムライスも十分すごいんで食べに行きます。本当ですか、ありがとうございます。来てください。ライブ頑張れ、ありがとうございます。頑張ります。明日配信来れないかもです、すまぬ。はあ、まあいいですよ、今日来てくれたので。また時間あるとき待ってますね。早起き頑張って、頑張ります。一元絶対寝坊しません、私頑張ります。ご飯なんか食べてね。食べます。まず洗い物します。ラムネでもいいからちゃんと栄養とってね。ありがとう、皆さんありがとうございます。じゃあ名前呼びます。チャッピーさん、アベベさん、スノイドさん、タヌブチャさん、
リクトさん、やけごいチーズケーキさん、皆さんありがとうございました。また明日配信します。バイバイ。皆さん大好きです。またね。おやすみ。